今日は久々のルック君。今日はこんにちは、ももかです。はい、ということで、はい、ちょっともうね、早速、開始早々ね、何があったって感じの方もいると思うんですけど、私、ももかね、今、結構鼻風邪みたいなの引いておりまして、熱とかはないんですけど、シンプル鼻がやばいっていうね、状態でございます。なので、ちょっと鼻声、だいぶね、今回強めの鼻声なんですけども、許していただけたら嬉しいです。私、ももかですね、最近中間テストが終わりまして、テストがね、返ってきました。そのテスト返ってきた点数をですね、なんと私、ももか初めてね、動画で公開しましたよ。この次の動画で私、ももか人生初めてね、テストの点数公開しちゃうということで、もうがっつりテストごと見せるので、ぜひ気になる方は、ぜひ明日の動画、明日じゃない、次の動画見てください。でね、やっと中間テスト終わって、もうすぐ夏休みって思ったんですけど、もうね、私7月すぐね、テストがあるんですよ。期末テスト。ちょっとマジでスパン短くって結構やばいって感じなんですけど、まあ頑張りたいと思います。ということで本日は2ヶ月に1回やっております。うくうくやっていきたいと思います。で、今回は、もうすぐ夏なんですけど、一旦ね、夏の前に挟む季節ありますよね。はい、そう。梅雨ということで、ちょっと今回は梅雨に向けた、梅雨っぽい、夏ほど暑くないけど、涼しくもないぐらいのね、気候に向けてコーデを4パターンね、選びましたので、ぜひ最後まで見ていってください。そして何パターン目のコーデが好きとかあったら、ぜひね、コメント欄で教えてくれたら嬉しいです。それでは、行ってみよう。はい、ということで、私、ももかは、身長 157.5、体重が、前回ね、46キロで、過去最高の体重をね、記録したって言ってね、ダイエットします宣言みたいなのしてたんですけど、今、現在体重が45キロということで、約1キロ、はい、減量成功しました。でもね、言うてね、45キロをずっと維持できてるわけじゃなくて、日によってはね、やっぱ、運費が出なかった日とか、普通に46いったりする、46はないけど、ちょっと上がったりするんですけど、だいたい46には行かなくなったっていう感じです。はい、おめでとうございます。この調子で、戻らないよう頑張りたいと思います。ちなみに骨格は多分ウェーブだと思います。まず1パターン目はこちらはですね、古着なんですけども、こちらアメフトのシャツでございます。これ超可愛くない？結構最近トレンドですよね。これすごい好きなの、この形が。このね、背中の名前、このショッキーっていうのかな。これは多分知ってる方は知ってるんじゃないかなって感じ。ちょっと私はちょっと全然知らないんですけど、でもめちゃめちゃデザインが可愛くて選んじゃいました。で、これ多分サイズがキッズの M サイズだと思います。これ私的にも意外とタイトっていうかぴったりな感じで着たかったので、それちょうどいいなと思って選びました。せーの。はい、ということで着てみたらこんな感じです。超可愛くない？色味も可愛いし、形もすごい可愛い。これ結構ね、生地がね、やっぱユニフォーム的な感じなので、結構ね、風通し、通気性いい感じなので、これからすごいね、活躍してくれると思います。これでもなんかそれっぽい、こういう格好の人いそう。続きまして、ボトムスはこちらはシーンでゲットしたダメージのデニムスカートですね。デニムのプリーツスカート。これ可愛いのが、全部がプリーツになってるんじゃなくて、ここだけがね、プリーツになってるのがね、可愛くて、はい、選びました。せーの。はい、ということで履いてみたらこんな感じです。どうですか？ちょっとこのプリーツがね、デニムだからかちょっとね、ごちゃごちゃしちゃってるんですけど、ボリュームが出て結構可愛い目です。で、私的になんでスカートにしたかっていうと、これって結構ね、ダボダボのデニムとか、ダボダボ系のね、パンツ履いてもいいんですけど、ちょっとね、これ結構カジュアルな感じなので、スポーティーな感じなので、ちょっとここで女の子らしさ出した方がバランスいいんじゃないかなっていうのと、あとシンプルに今日髪ストレートなので、これ巻き髪の時だったら、こっちで女の子らしさ出して、ダボダボのデニムとかでも可愛いんですけど、ちょっと髪の毛ストレートなので、こっちにしてみたよっていう感じです。で、これにスニーカー、こちらエアジョーダン1のハイカットで、このブルー結構色合ってるからブルーブルーで揃えてみました。で、これにちょっと靴下をこのちょっとね、軽いルーズソックス的な、短めのルーズソックス的なの履きます。せーの。はい、ということで履いてみたらこんな感じです。ちょっとね、さっきルーズで履こうとか言ってたんですけど、この靴下ね、ルーズじゃない方でした。普通にぴっちり履く感じだったんですけど、こういう風にね、伸ばして履いてあげても可愛いです。結構これ青々で統一感出てていいかな。で、カバンが、バッグはこちら、シーンでゲットしたブラックの、シンプルな感じのカバンです。これ結構何にでも比較的合わせれるので、しかも結構ね、街が広めなので、だいぶね、容量もでかいです。はい、こんな感じ。これそう、この素材がね、ツルツルだからね、肩からね、カバンすぐ落ちちゃうよね。そうですけど、耐えます。ということで、1つ目のコーデはこんな感じでーす。続きまして、まずこちらは、こちらはね、グレイルでゲットした、なんかちょっと可愛い、最近流行ってるこの胸の部分だけこのクシュクシュのデザインの T シャツでございます。はい、これね、前回私がグレイル購入品やった時に、まだね、1個だけ届いてないんですっていう風に話したやつです。なのでちょっとね、後日届いた感じです。めっちゃ可愛いの。これちょっとまだ1回しか着てないんですけど、超デザイン可愛かったので、ちょっと着たいと思います。ちなみにこちらサイズはフリーサイズです。てかさ、うちさ、このさ、黒パンさ、丈長すぎてさ、出てきちゃうんだけど、これ。超ダサい。まあ、もしね、ずり落ちてきちゃってても、あ、黒パン文化じゃなくて、長すぎるんだなって思ってください。せーの。はい、ということで着てみたらこんな感じ。これね、格好的にこれでもすごい合ってますね。これ超可愛くない？形も、丈もちょうどいいのよ。そう。こんな感じです。ここが可愛すぎる。はい。で、これに、続いてはまたちょっとスカートなんですけど、こちらですね。こちらは GU でゲットしたデニムのプリーツスカートです。ちょっとこのブラックデニムって感じ、カラー的に。でね、このスカートとまた違って、こっちは結構ダメージな感じなんだけど、ちょっときれいめな感じですね。ちなみにこちらサイズは S サイズです。せーの。はい、ということで履いてみたらこんな感じです。可愛くない？めちゃめちゃ。このさ、スカートの形めっちゃ好きなんだけど、デザインね。なんか丈の長さもまあちょっと短めだけど、言うてちょうどいい。かわいいです。ちょっと結構ガーリーめな感じのコーデですね。で、これに、靴がこちらのドクター・マーチンの8ホールでございます。こちらをね、はい、履きます。ちょっとここで甘辛ミックスみたいな感じですね。せーの。はい、ということで履いてみたらこんな感じでーす。はい。ドクターママジでかわいい。で、カバンが、こちらもシーンでゲットしたカバンですね。これかわいい。ちょっとメタルな感じ。あ、懐かしのハウステンボスのミニゲームでゲットした油取り紙できた。ということで、2パターン目のコーデこんな感じです。まして、まずこちら。こちらはですね、グレイルでゲットした、ね、片方オフショルのロン T でございます。はい。これめちゃめちゃ可愛くない？これカラーがね、またこれ以外もあったんですけど、この薄ピンクめっちゃ可愛いなと思って、はい、選びました。で、もう一個両方肩ちゃんとついてて、なんかこういう形の空き具合のやつもあったんですけど、ちょっとこの片方肩出しもちょっと気になったので選んでみました。こちらサイズは S サイズです。せーの。はい、ということで着てみたら、こんな感じでーす。超可愛くない？はい、こんな感じです。で、結構肩ね、ストンって落ちてるんですけど、ここが意外とね、ガバガバなので、こういった時にね、見えちゃうことがあるから、こうやって気をつけた方がいいですね。で、後ろがね、これね、うち買って初めて知ったっていうか、公式のグレイルのサイトにはね、後ろ姿の写真がなかったので。でね、着てみたら見ても、ほぼ見えとるやんけっていう状態なの、背中がわかる？ほら。だからこれは、あんま、背中見せたくないよって方はね、気をつけてください。はい。結構でも可愛い。続きまして、下が、はい、こちらもですね、グレイルでゲットしたやつなんですけど、こちらグレーのきれいめのパンツですね。このちょっとツルツルした感じの素材のやつですね。はい。で、これね、横にこのポケットあるんですけど、後ろのポケットこちら偽物となっておりますので、皆さんご注意してください。せーの。はい、ということで履いてみたらこんな感じです。で、こちらね、ズボンのサイズは S サイズでございます。はい、これ結構可愛くない？ちょっときれいめな感じの格好になっておりますね。このね、色合いが合ってるこれと。で、カバンがこちら。テムでゲットしたこちら、カバンですね。これ超可愛いね。形もね。はい、こんな感じ。靴が、スニーカーこちら。こちらアディダスのスタン・スミスのスニーカーですね。はい。シルバーでめっちゃ可愛いね、これ。せーの。はい、ということで履いてみたらこんな感じです。ということで3パターン目のコーデがこんな感じ。してラスト、まずこちら。はい、こちらは古着の T シャツですね。はい、こちら確か西海岸でゲットしたやつですね。こちらバンド T なんですけど、結構このタイトな T シャツすごいハマってて、一時期ハマっててね、これ2個ぐらい似たようなの持ってて、沖縄でゲットしたやつなんですけど、これはまた違うやつなんですけど、これ結構気に入ってますね。でもね、これ系のチビ T ってね、ちょっとね、首がね、しっかりしすぎてる。まあ、いい意味もそうなんだけど、硬くて伸びなくて、ほんと普通メイクする前に着ないともうね、首通んないんですけど、まあ、ちょっと、はい、頑張ります。はい、ということで着てみたらこんな感じです。なんか色が同化してなんか全身タイツみたいになってますけど、どう？可愛くない？このさ、袖の部分がさ、ちょっと短めなのも可愛いね。こんな感じです。こちらに、こちらリーバイスのデニムでございます。お、可愛いのよ、これ。ブラックデニムなんだけど。サイズが26インチですね。せーの。はい、ということで着たらこんな感じでーす。形大優勝なんよ、本当に。超可愛いよね。びっちりすぎず。ダボダボしすぎず感じのデザイン、これすごいお気に入りです。しかもこちらお直ししてないんですよ。ほんとシンデレラフィットで、これにちょっとね、最後はちょっと梅雨っていうのもあって、ちょっと肌寒かった日用の、はい、感じです。じゃあベイプのパーカーでございます。こちらはね、見覚えある方多いんじゃないでしょうか。みよりくん TV さんと一緒にちょっとラップ東京ドリフトをね、歌わせてもらった時に、よりく TV さんの方でね、出させていただいた時に、なんとこちらいただいたやつです。これいただいちゃいました。これ超可愛くてすごいお気に入りです。で、サイズは S です。こちらを羽織って、はい、こんな感じです。超可愛くない？超可愛い。で、スニーカーはこちらのジョーダンワンローのトラビスでございます。せーの。はい、ということで履いてみたら、こんな感じです。と超可愛くない？マジ超イケてるんだけど。で、カバンが、こちらもシーンのやつなんですけど、これかわいい。ということで、ラストのコーデはこんな感じ。スクーン！チャンネル登録してね！はい、ということで今回は、私、ももかの久々のブックブックということで、梅雨のコーデ4パターンお届けしました。いかがだったでしょうか？ちょっと今回鼻ズルズルでね、ちょっと聞きにくかったかもしれないんですけども、次のルックブックまでには絶対直しますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、また次回のルックブックもお楽しみに。それでは皆さん、バイバーイ。鼻やばいね、マジで。花粉じゃないんだけど。It's what I need. Now if you wanna get the best